皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ウェブチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、プライズ品のちょっと紹介なんですけれども、じゃあこちらですね、ポンと、はい、こちら走れわさわさダンゴムシとありますけれども、これはですね、まあ最近、まあ、よく見るようになったんですけど、まあ、昆虫とか節足動物とかそういったものの、まあ、いわゆるラジコンなんですけど、まあ、割と造形がリアルで、まあ、見る人によってはちょっと不快な思いをするものかもしれないんですけど、まあ、この、ラジコンシリーズ、まあ、いろいろ出てて、まあ、自分の知る限りではカマキリ、それからガ、それからテントウムシ、それからクモとかありますね。はい。まあ、G とかもあるんですけど、これはちょっとお見せしない方がいいかなと思いますけれども。はい。これなんですけど、まあ、赤外線コントロールで、わさわさ動きます。何本かの足が、まあ、こう、リアルにこう、わさわさと動くものなんですけど、まあ、基本的には、ラジコンなんで、このダンゴムシのお腹のところにこう車輪があって、まあ、それで走るんですけど、まあそれじゃあ、子供のおもちゃ以下かなと思うんですけど、まあそこでこう足がこうわさわさ動くということでね、まあちょっとリアル感を出してるのかもしれないんですけど、まあ何はともあれ、実物を見てみようっていうことで、これ開封してみますけど、はい、こんな感じで。パッケージに入ってるんですけど、まずは本体ですね。してこちらが、まあ、リモコンになるんですけど、ここをクッと下げるとこういうふうに、リモコンが出てきます。でリモコンのここに、矢印が上とこう右とあるんですけど、まあ基本的に前進か右折しかできません。はい、そのコントロールしかないんですけど、まあ何はともあれちょっと動かしてみましょうかね。はい、ここにオンオフとあるので、これをオンにします。パッと。すると、目が赤く光ります。はい。なんか怒った時のモスラみたいな状態ですけれども、目が赤く光って、これで走れる状態になったということですね。はい。ということで、ここに地面を持ってきたんで、動かしてみましょうか。じゃあ前進させます。まあ、短い距離なんで足がわさわさ動いてるのが分かりづらいかとは思うんですけど、こんな感じですね。で耳を押すとこれに耳の方向に回ります。その場でぐるぐる回る感じですね。まあ出来としてはこれはこれで、結構よくできてるし、ガチャにある完全にこのダンゴムシが本当に本物のダンゴムシらしくこう丸まっちゃうやつがガチャであると思うんですけど、まあ、これはラジコンのメカが入っている関係で丸まらないんですけど、まあ、その丸まるガチャの方のダンゴムシはこのお腹のところがねあんまりリアルに作られてないんですけど、こっちはねまあそれなりに、まあ実物はちょっと違うかもしれないんですけど、お腹がもちゃんと作られてるんですけれども、で、これを見たときに、まあちょっとね、ちょっと不満があったんですけど、まあダンゴムシっていうのは、まあ確かにこう黒光りする、生き物なんですけど、本物のダンゴムシをじっくり観察すると、ちょっとね、これとは色が違うんですよね。はい、どこが違うかと言いますと、まあボディはまあ100歩譲って黒でもいいとして、このそれぞれの縁のところがあるんですけど、この縁のところが、真っ黒じゃなくてちょっとグレーっぽい色なんですよね。それぞれのこの縁のこのエッジのところがですね、これ造形はされてるんですけど、色はついてないんで、ただ真っ黒になってますけど、実際にはここがグレーになってるんですね。はい。で、裏返してみて、この
足ですね、はい、この左右に6本ずつある足なんですけど、これも、まあ、本物のダンゴムシっていうのはこういうふうに真っ黒じゃなくて、まあ実際には若干透けてるっぽいんで、まあ、グレーっぽく見えるんですけど、まあ、グレーっぽくて、まあ、個人的には、まあ、そういうところに無駄にこうこだわりがあるもんですから、ちょっとねこれを、モディファイというか、まあ、ディティールアップというかっていうことをやってみたいと思います。まあ、ディティールアップに際して、まあ、色を塗ろうと思うんですけれども、塗料を買ってきました。使えそうな塗料をですね、まあ、タミヤのタミヤカラーであったり、ミスターカラーであったりするんですけれども、まあ適当ではありますけど色を買ってきました。これらを使って、まあ、ディティールアップの方をやっていきたいと思います。はい、というわけで塗装の作業を始めていきたいと思うんですけれども、まずはですね、この体の色をですね、黒っていうよりも、まあ、若干青みがかった濃いグレーだと思うんですね。まあ太陽の下、まあ、青空の下で見るから、この青空がここにねちょっと映り込んで青っぽく見えてんのかなっていう感じはするんですけど、まあそれをね色としてまあ再現できればなと思うんですけれど、じゃあまずはこちらですね、タミヤカラーのフラットブラック、まあ、フラットブラックなんでこれは一応つや消しの塗料になるんですけれども、一応ダンゴムシっていうのはつや消しっぽくも見えるんですけど、結構表面テカテカしてるんですよね。まあ、一応塗ってみた上で、まあ、それが気に入らなかったら、まあ、クリア塗装でもしてね、ちょっとピカピカに光る感じにしたいなと思うんですけれども、まあ、塗装するにはね、ちょっとパーツがごちゃごちゃしてるんで、まあ、それぞれにこうバラせればと思うんですけど、とりあえずちょっと分解します。はい、というわけで下半分とこの殻の部分が外せました。とりあえず殻の部分はこれでいいと思うんですけど、足は外さない方がいいかな。まあこの状態でも塗れなくはないんで、これで塗りましょうか。じゃあ色作っていきましょうか。まあ当然ながら塗る面積が一番大きいのは、黒、まあその青みがかった黒なんで、その色をまずメインで作っていきたいと思います。まあ、想像してたほどちょっと青っぽくはなってないですけど、まあ濃いグレーにはなったんで、とりあえずこの色で、塗ってみたいと思います。
はい、というわけで、一通り塗りが終わりました。まあなんていうか疲れましたね。ちょっと寒いっていうのもあるんですけど、途中でちょっと心が折れかけまして、まあディティールアップのつもりでやってきましたけど、まあ出来はまあそれなりといった感じですね。まあ元よりまあ本物に近づいた感じはするんですけど、まあ所詮、作りが雑かなとは思います。まあとりあえずね、組み直して、元に戻したいと思います。はい、というわけでご覧の状態で完成にしたいと思います。まあまあそれっぽくなったんじゃないでしょうかね。はい、まあディティールはちょっと甘々なんですけど、体の表面のちょっとデコボコした感じが表現できたので、まあいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画の再生です。必ず作れば他の動画も見ていってください。それではまた最初の動画でお会いしましょう。Thank you.